朝食とは、睡眠から目覚めた後、朝にとる、最初の食事。朝下、朝飯、朝ごはんとも。英語の、ブレイクファストは、朝食と訳されることが多いが、これは、夜間の断食期間を破るという意味である。朝食をとるまでもなく簡単に済ませられるぐらい容易なことを、朝飯前と呼んだりする。起床してから朝食をとるまでの時間が、比較的短いことから、 その間に済ませられるぐらい容易なことという意味である。英語のディナーは古フランス語ディースネからの借用であり、これはもともと断食することの意味であった。13世紀半ばにその意味が変わるまではその日にとる最初の食事を意味していた。ブレークファストが朝にとる食事を意味するディナーからの翻訳借用の言葉として、 英語で使われるようになったのは15世紀以降のことであり、これは夜間の断食期間を破るという意味であった。古英語においては、この単語は、もうがめて、すなわち、朝に食べる食べ物を意味していた。パンや、シリアル、飲み物やカフェオレ、コーヒー。パンには、ジャムやバターを添えることがある。パンコーヒーブルスとハム。果物を取ることもある。コーヒーでなく、 紅茶や野菜ないし、果物ジュース、ク芽を溶いたミルクを好むものもある。火を使わないものを並べる。これをカルトエッセンと呼ぶ。ドイツ料理にはバウエルンフリュシュトゥークと呼ばれるジャガイモ料理があるが、これが朝食に食べられることはない。農夫のように肉体労働をする人なら朝食に食べるかもしれないがという意味合いで実際にはブランチ。 もしくは昼食に食べられるものである。ブリティッシュブレックファストの一例産業革命の時代より伝統的にたっぷりの食べ物を時間をかけて食べるとされ、炭水化物以外にも脂肪や動物性タンパク質が豊富なメニューが並ぶ。イングリッシュブレックファストやアメリカンブレックファストと呼びヨーロッパ大陸で見られる簡素な食事を大陸風朝食と呼ぶ。18世紀以前は 他の大陸諸国と同じく簡素な食事だったが、産業革命期に現在の英国風朝食のスタイルが生じてきた。ベーコン、卵料理を基本とし、英国風、ソーセージ、マッシュルームのソテー、焼き、トマト、ブラックプリング、ベークドビーンズにバターやジャムを塗った、トースト、揚げパンとミルク付きの紅茶を添えるが、簡素なシリアルやトーストで済ませるものもいる。 連合王国全体においては、イングランド以外でも同様の朝食をとる食習慣があるが、スコットランドではこのような朝食をスコティッシュブレックファストと呼ぶ。隣国のアイルランドでもそのような朝食をとるが、これはアイリッシュブレックファストと呼ばれる。地域によって異なるが、大ねがゆ、麺、饅、ま、頭が多い。かゆには油状が供される場合がある。香港では 港式派や、山と呼ばれる卵料理、ハムやソーセージ、トーストとマカロニ、ビーフン、あるいはインスタントラーメンが入ったスープを組み合わせたものが茶山町で提供されている。江戸時代、庶民の間にも米食が広く普及するにつれ、地方により朝食における米食のスタイルの違いが見られるようになった。江戸では朝に炊飯したものを朝食として食し、夕食には、 湯漬けや茶漬けにすることが多かった。京飯では夕食に炊飯し、その残りを翌朝に粥にして食べていた。和風の場合にはそれ相応に手間のかかる傾向が強く、家庭の主婦の重労働とされる仕事の一つにも挙げられていたが、現在では様々な調理器具や調理済み食品が出回り、省力化が進んでいる。朝食といっても、全近代では身分によって食す。 時間帯が定まっていて、平安時代の天皇であれば、身の時、南北朝時代では、馬の時、江戸時代では、卯の時に身を清め神物を拝んだ後、辰野国朝五つ藩に朝食をとった。一方、近世の聖衣体将軍は、辰野国朝五つに朝食をとっており、天皇より早めの朝食をとっていた。現代においては、和風ならば、ご飯、味噌汁、納豆、 生卵、焼き魚、漬物、海苔が多い。茶がを食べるところもある。洋風ならばパン、目玉焼き、コーヒーやスープが多い。前日の夕食の残り物を利用する場合もある。アメリカ合衆国においては、様々な形態の朝食が並立している。移民たちが、それぞれの出身国の伝統を持ち込んでいることに加え、アメリカの大地で生み出された新たな選択肢も加わる。 出身国で見られる朝食をとる過程も相当数ある。イギリス系の人々は、イギリス風のドイツ系の人々は、ドイツ風の中国系の人々は、中国風の朝食をとる。日本ではイギリス風の食事が紹介されることが比較的多い。トースト、シリアル、卵料理、ベーコン、ハム、ソーセージ、パンケーキ、ワッフル、フレンチトースト、ドーナツ、 マフィン、ベーグル、果物、ハッシュドポテト、コーンビーフハッシュ、これらを好みで選択する。ホテルで提供される朝食においては、パン、ベーコン、ハム、ソーセージ、各種ラン料理が多い。京都の旅館での朝食。部屋食と呼ばれる日本の旅館では、和風朝食の標準的な混てを中心に、客まで客それぞれに配膳する、いわゆる 部屋食が正式な給仕法であるが、食堂でビュッフェ形式の朝食を提供する機会が多くなった。ホテルにおいては洋風と日本風の料理が混在している場合が多い。食事なしすどまりの宿泊を提供するホテルでも、簡素なパンや飲み物をサービスとして提供するホテルもある。イギリスにおいてはイギリス式とアメリカ式、いずれかの洋式が選べるホテルもある。 日本国内の飲食店においては、早朝から営業開始し、朝食を提供している店もある。典型例として、喫茶店でのモーニングサービスが挙げられる。ファーストフード店やファミリーレストランが、時間限定でのメニューを提供しており、マクドナルドの朝、マックや牛丼屋のチェーン店が提供しているものもこれに当たる。大学が学生食堂で朝食を、 格安や無料で提供している例もある。早起きして学生食堂に来た学生にだけ格安で提供するパターンや運動競技の強化選手指定を受けている学生に対して無料で提供している。交通機関においても朝食が提供されることがある。宿泊設備を備えた船舶や列車で提供されるのが一般的であるが一般の通勤用鉄道列車でも朝の通勤時に 列車内で食べられるような朝食用の駅弁が販売される場合がある。東海道新幹線では朝8時30分までに東京駅、名古屋駅、新大阪駅を発車する列車内においてサンドイッチとコーヒーをセットにしたものが車内販売されている。航空では国際線の機内食で朝食を提供する場合もあり、その内容は航空会社ごとに様々である。 福島県北方市においては朝食にラーメンを食べる習慣があり、朝、ラーという言葉で新聞にも取り上げられた。ヒマニア、糖尿病に悩む人に向けて解説されたダイエットドクターの最高経営責任者、アンドリアス・イーエンフェルトは空腹で何かを食べたくてたまらないのであれば、朝食をとればいい。空腹でないのなら、朝食をとる必要はない。 朝食を取らずとも何の弊害も起こらない。朝食を取らないことで体重が増える心配はない。絶食するとインスリンの濃度が上がるという主張もあるが、これは間違いだ。空腹時の人のインスリンの濃度は極めて低い。断食は血圧を上昇させるという主張があるが、実際には眠りから目覚めた後に何も食べずにいると血圧は低いままであると述べ、朝食を取るべきか否か。 ではなく、空腹の時に食べなさいと勧めている。空腹時や絶食状態の時は、結晶有利脂肪酸の比率が増加し、脂肪分解率の上昇が確認されている。ありがとうございます。